で、でもこれは逆にいいかもしれませんね。あの夏休み末の週末はものすごくいろんなところが混んでるんですよ。そこで梅ブラを見る、効率がいいですね。そうですね、最適解ですね。さあというわけで、アメリカダバーズ vs、日本の内容選手、ボタンチェックも終わりました。あ、じゃあゼロスーツサムス、申し訳ない。はい、ではさあ試合開始、行ってみましょう。ではナユーゼロスサムスバーサスダバズロゼット&チコ、クエヌクエヌと、まずは崖の外に出してから自分の展開を作っていくダバズ選手、上に投げて空中へ空中へ、今回避見てたため、今2回目のは読み合い難しかったですね。空中へのから、さあさあさあ、まずは撃確定をしっかり逃さないダバズ選手、あっという間に 75% 稼いでいく。空中への、おっと上スマッシュ、空中への、反撃を取りに来ると4なんでしょうね今の時は。おお、空中後ろでチコが当たって、さあジャンプ上がりにしっかり枯れる位置で空中へのを置いているみたいですね。これは前に投げて展開有利を好んでいく。これ上に投げないで外に投げるってことは崖の外に出した展開の方を好んでいるみたいですね。さあ、おっと、つかみに、あのつかみのモーション長いんですけど、それに対してしっかり上スマッシュをホールドしていたので、ものすごいあれを狩るっていうのを意識してみるみたいですね。やはりナイロと同じ場所に住んでるだけのことはありません。なるほど。あー、やはり反撃をしっかり取れるところを取っていく。空中下から、おー読んでる、おーすごいですね今の。空中へ空中へ空中へと、さあ、いやこれ何かが噛み合ってしまうときっとバーストまで見えてしまうですね。あれは硬い、ダバーズが硬い。あー、崖が外、やはりミルキーウェイが高い壁になってる。なるほど。威嚇していく。これは空中へ、おーっとブーストキック、上 B で押し出していった。これは e スポーツですね。e スポーツ去年めっちゃ流行ってましたねこの時期。空中へ、さあ、あー、さあ上スマッシュで最大リターン、ベントバック決まっていきますね。ダバズ選手まずは1本、ちょっと眼鏡曇ってきたから変えようかな。ちょっとそういうのメガネ対策した方がいいですよ、ね、ちょっと見づらくなってきて申し訳ない、一瞬離れます、申し訳ない。メガネ対策で離れる。はい、OK です。そうですね、僕はそういう対策したメガネをしてるんで。そうですね、メガネといえばやはり、梅ブラでは主催者の梅木選手が最近ブルーライトカットメガネをかけてサングラスっぽくなっておりますが、やはり日本のスマブラでも結構デバイスなどにこだわる人も出てきて、だんだんプロフェッショナル性が高くなってきましたね。さあ、ここはダバーズが一時手を拒否し、ナユ選手がステージを選びますが、選ばれましたロゼッタ&チコ、チコの色。あ、スマブラ、おっとナユ選手クラウドへ変更。まあ、ダバーズの名前が見えない、これはなんだ、スクイッドガール、あ、これはスプラトゥーンのことですね。何かあったのでしょうか。さあ前に投げて崖の展開、おっと上に飛んだ、ちょっとヒットストップずらしがすごい動きになってしまったか。ダッシュ当てでもう限界を超えていく。あ、空中へ、通称グリコが連打で入っていく。空上をぶつけ合う戦いになるんでしょうか。しかしな、クラウドの空中下がロゼッタの空中上を結構凌駕ができるので、そこはゴムラ展開、おお、ガリョウ、ナユ選手威圧かけていきますね。本当クラウド帰れるか、帰り道、帰れる、すいません戻りました。あ、帰れない、手が一歩届かない。ダバーズ選手引き続きリードを取りましたね。なるほど、そうですね、空中へとプレッシャーをかけて前に投げて、おっとやはりダバーズの崖が始まる。
そうですね、この崖硬いですね。なかなか上がりの、おっと3発やっつこの方向を見て、あの動きをしましたね。今空中空中空中で、さあ今のロゼッタ当てからのチコ当てでバーストまで見えるんですけども、おっと流れ星、さあちょっとなるほど、さあ超切りでバーストはせず、しかし火力が高いので、これは思い切ったいい択ですね。いや、いい択って偉そうだな。先ほども画量転生思い切ったところで出したシーンがあったので、結構精神的に圧をかけてますね。なるほど、空中で、あーっと、これはバースト、軽くて狭い。さあ台の上で、さあしかし降りてくる、積極的に仕掛けていきますね。これ今5部ぐらいですね、体重とキャラを考えて、部屋じゃないステージもここなので、おーっと、やはりおーっと、そうしに来た、あれあんま飛ばないぞラバーズ選手に。いや、しかしあれで崖掴むまでの時間を稼げたので、それだけでもう、そうですね、もっと飛んで、あーっと横スマッシュ、強切り1段目に見てから横スマッシュを溜めてるバースト、いやー確認が早すぎますね。しかも強切りはちゃんとロゼッタに当たってたのに、チコ生きてた。これがロゼッタ&チコ。ダバーズほんのり笑顔。昨日ダブルス負けた後、ダバーズめっちゃ悔しがってて、もうなんかもう全然寝られないとかいろいろ心配してたんですけれど、今日クルーバトルでだいぶ気持ちよくなって、機嫌を取り戻したようです。でもそういうクルーバトルなどで流れを